おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布いたした通りでございます。日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は森戸議員、田中議員、河村議員、以上3名の方を指名いたします。日程第二、昨日に引き続き一般質問を続行いたします。高浩司議員、はい、おはようございます。公明党の中浩司悦夫です。通告に従って一般質問をいたします。能登半島地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。また被災された方に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。この地震災害を教訓として今後の地震対策を見直すことが望まれているのではないかと思います。そこで災害対策の教科書とも言うべき最も重要な光市地域防災計画に基づいて、光市の震災対策について質問をいたします。第1項目の1、光市地域防災計画における震災対策について、括弧1、地震による被害等の想定、あ、建物被害の想定方法、被害想定結果の記載において、南海トラフ巨大地震では全壊205棟、半壊334棟となっており、その他の地震の中で最も被害の大きい大川内断層では全壊1222棟、半壊3732棟、焼失98棟となっています。この被害想定はどのような方法で行われていますでしょうか。建物被害の想定の中に本計画に記載の地区別指定緊急避難場所、指定避難所が含まれていますと、避難に支障を来たすことになりますが、そのような想定はありますか。い、生活支障の想定方法、被害想定結果の南海トラフ巨大地震では避難者が直後7728人、帰宅困難者2229人、食料需要 1.8 万食となっており、大川内断層では避難者1万2000人、帰宅困難者2565人、食料需要 3.4 万食となっています。これらの被害想定はどのような方法で行われていますでしょうか。また食料需要について、現在の光市の備蓄食料はアルファ化米が3000食程度ですが、この点についてはどのように考えられていますでしょうか。う、避難者数の推移の想定方法、南海トラフ巨大地震の被害想定において避難者の避難所避難が直後5135人、1週間後315人、1ヶ月後133人となっており、避難所外避難が直後2594人、1週間後166人、1ヶ月後310人となっており、合計で直後7728人、1週間後481人、1ヶ月後442人ですが、この人数の想定はどのような方法で行われていますでしょうか。2、防災思想の普及啓発の実施状況、あ、市職員に対する教育、市職員に対する教育として、市職員として行政に取り組む中で防災対策を積極的に推進するとともに、地域における防災活動を率先して実施するため必要な知識や心構えについて研修会等を実施する、また各部局等の長は所管する防災対策活動について所属職員に対し教育を行うものとするとあり、市防災担当者に対する研修会の実施として震災対策の推進にあたり中心となる市の
防災担当職員を対象に必要な知識や心構えについて研修を行うとともに、県や防災機関との連携について確認するとありますが、この教育や研修の実施について方法、時期、また所要時間等の具体的な状況をお示しください。い、防災アセスメント、防災アセスメントの実施として地域の防災的見地から防災アセスメントを実施し、防災マップ、地区別防災カルテ、地震時の行動マニュアル等を作成し、住民の安全確保に努めるものとあります。具体的にどのようなことを実施していますでしょうか。う、火災予防対策、火災の発生原因となる状況をなくすことが必要であり、落下物に配慮した火器器具の配置、通電火災を予防するためのブレーカーを切る、また感震ブレーカーを取り付けるなどの対策がありますが、火災予防対策の普及啓発についてどのように行われていますでしょうか。3、避難及び応急対策について、あ、避難場所への経路及び誘導、避難場所への移動は道路などの状況により随時の検討が必要ですが、これを誰がどのように指示するか等についてはどのようになっていますでしょうか。い、災害時応援協定等の締結状況、現在災害時応援協定等が52団体と行われていますが、これは災害時の応急対策に非常に重要ですが、記載以降に協定があったもの、また予定の状況はどのようになっていますでしょうか。第1項目の2、障害者差別解消法における合理的配慮への対応について、障害者差別解消法の正式名称は、障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律であり、平成28年4月1日に施行されました。この法律は、障害のある人もない人も互いにその人らしさを、認め合いながら共に生きる社会を実現することを目指すことを目的としており、行政機関や事業者による不当な差別的取り扱いの禁止及び合理的配慮について記載されています。不当な差別的取り扱いの禁止は、障害を理由に障害者へのサービスの提供を拒否することや、障害のない人にはつけない条件をつけることなどを禁止するものです。一方、合理的配慮とは、障害者のある人は社会の中にあるバリアによって生活しづらい場面があり、障害のある人からこのバリアを取り除く必要があると意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲での対応が求められます。この合理的という意味は、障害のある人が求めることは何でも対応しなければならないということではなく、負担が重すぎない範囲という意味です。そこには、障害のある人と行政機関や事業者と話し合い、お互いに理解し合い、対応策を考えることが重要です。これについて行政機関に対しては義務ですが、事業者は努力することとしていましたが、令和6年4月1日に改正されて義務となります。それによって生活のほとんどの場面が対象となり、障害者差別解消法を生かすには、障害者も事業者も理解が進まなければならないとの観点から、現在の法施行の状況と合わせて質問をいたします。1、光市の対応について、あ、市職員の理解促進、行政機関である光市においては合理的配慮は義務であり、どのような場面でも対応が必要なため、全職員が正確に理解していなくては対応ができません。しかし、この合理的配慮は状況によってさまざまな対応が求められます。市職員の理解を進めるために、研修等どのようなことを実施していますでしょうか。い、障害者からの意思の表明と実施状況、合理的配慮は障害者から対応について意思の表明があって初めて提供できるもので、障害者差別解消法が施行されて8年となりますが、これまでどのようなバリアへの対応を求めるようなものがありましたでしょうか。またそれに対してどのような合理的配慮をした事例がありますでしょうか。あるいは
負担が重すぎるため合理的でないとのことで対応できなかった事例がありますでしょうか。2、事業者の対応について、あ、障害者への理解促進、障害者は障害者解消特障害者差別解消法のことを知らず、買い物や外食の場面などにおいて不便やできないことがあっても諦めてしまうことも十分想定できます。障害があることによってできないことも事業者の合理的配慮によってできるようになることがあると理解することが重要です。そのためには理解を促進する施策をすることが必要と思われます。4月1日に施行されますが、どのような対策を予定していますでしょうか。い、事業者への研修等、合理的配慮が義務となることにより事業者の理解は不可欠となります。知らないから対応しないというわけにはいきません。特に中小事業者における理解が進みにくいことも考慮して研修などの体制を整えることが求められると思いますが、事業者にはどのような対応を予定していますでしょうか。う、相談窓口について、障害者差別解消法については詳細を理解することが困難な場合も想定され、気軽に相談できるところがあることは非常に有効ではないかと思います。障害者やその家族などの関係者は当然ですが、事業者も法律を守ることを考えると対応に不安を持つことも考えられ、多くの市民にとって相談窓口は必要ではないかと思いますが、その対策はどのようになる予定でしょうか。大項目3、 LGBT 理解増進法への対応について、 LGBT 理解増進法の正式名称は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律であり、令和5年6月23日に施行されました。この法律の施行について内閣府の通知に、本法制定の趣旨として性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民理解が必ずしも十分でない状況に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、すべての国民がその性的指向またはジェンダーアイデンティティに関わる等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重するされるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識のもとに、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないとの基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を寛容し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資するため、いわゆる理念法としてこの法律を制定したとあります。このように具体的なものを規定するものではありませんが、 LGBT について理解を深めることは非常に重要なことであります。第3次光市総合計画の重点目標に、市民力の向上のためにの中に LGBT や事実婚の方を対象とするパートナーシップ制度を実施する自治体が増加する中、社会における性の多様性への理解とともに、誰しも多様な生き方が尊重され、誰もがその人らしく生活できるジェンダー平等意識の醸成が求められていますとの記載があり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な街として誇れる光市にすることは非常に重要ではないかという観点から質問をいたします。 1. 理解の増進に関する施策、具体的な施策は難しい状況ではないかと思いますが、次の点について確認いたします。光市人権推進指針は平成22年9月の策定以来6年半が経過して、平成29年3月に改訂版が策定されました。その後、
すでに7年を経過しました。この光市人権推進指針には性同一性障害については述べられていますが、 LGBT の記載はありません。この度 LGBT 理解増進法の施行ということを受け、 LGBT について記載をした改訂版を策定することを提案できればと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。出前講座、どこでも誰とでも学べる人権講座があり、内容は子どもの人権や LGBTQ の人権等、啓発 DVD を活用して分かりやすく学ぶことができますとありますが、ここでは LGBT 理解増進法はどのように扱われていますでしょうか。併せてこの講座の活用も含めて啓発をどのように推進していますでしょうか。2、相談体制の整備。人権相談を行っていますが、これまでに LGBT に関する相談はありましたでしょうか。現在ホームページで案内されている人権相談の具体例に LGBT の記載がありません。特に微妙な内容でもあり注意は必要ですが、これを記載し相談しやすい対応をすることをするといったことは可能でしょうか。3、同性パートナーシップ制度。 LGBT 理解増進法には同性パートナーシップ制度の記載はありませんが、法律の理念の先にある具体的な施策としては十分考えられます。1月23日に山口県は LGBT などの性的少数者のカップルを公認する同性パートナーシップ制度を導入する方針を明らかにしました。これを採用している他府県の状況を見ますと、府県内の市町村では適用するようになっており、同様なことが想定されますが、光として同性パートナーシップ制度について現在の考え方をお示しください。以上で壇上からの質問を終わります。山岡総務部長。おはようございます。それではご質問の1番目、光市地域防災計画の震災対策についてお答え申し上げます。1点目、地震による被害等の想定についてですが、議員からは南海トラフ巨大地震と大河内断層による地震に関する被害想定の算定方法についてご質問いただきました。これらの想定は県より示されたものでございます。まず南海トラフ巨大地震は県の学識経験者で構成された山口県地震・津波防災対策検討委員会により検討が重ねられ、平成26年に取りまとめられた山口県地震・津波被害想定調査報告書において、南海トラフ巨大地震発生の際の被害想定などが示されたため、本市計画に被害想定を反映させたところでございます。一方、大河内断層による地震は、同じく学識経験者で構成された山口県地震防災対策推進検討委員会で検討されており、平成20年3月に取りまとめられた山口県地震被害想定調査報告書で示された数値に基づき、被害想定を反映させたものです。これらの前提のもと、お尋ねの建物被害の想定方法でございますが、揺れ、液状化、土砂災害、津波、地震火災、それぞれによる建物被害について算出されており、建物被害想定ごとに建築年次別の建物棟数データと震度分布から、震度ごとの建築年次に応じた全壊率や全半壊率を常時算出されております。なお、議員からは建物被害の想定の中に指定避難所などが含まれるかとのお尋ねをいただきましたが、指定避難所などの災害時の拠点となる施設については重要施設として、機能支障の可能性等についての想定がなされております。一方、グラウンドや公園などの指定緊急避難場所については想定の対象外となっております。次に、以の生活支障の想定方法でございますが、避難者数につきましては、建物被害とライフライン被害による避難者数に分け算定され、建物被害の場合は全壊焼失と
半壊のケースごとに率を乗じ、またライフライン被害の場合は断水人口と断水期間に応じた生活困窮度で避難者数を算出しております。さらに南海トラフ巨大地震の場合、津波浸水区域内の避難者は3日目までは全員が避難する、こちらを前提に算出しております。帰宅困難者につきましては昼の12時を想定し、国勢調査での就業地・通学地に関するデータ等を用い、外出距離別帰宅困難率により算出し、また食料需要に関しましては阪神・淡路大震災を事例に避難所生活者を対象とし、1日3食を単位として算出されています。なお、議員からは現在市で備蓄している食料の考え方についてのお尋ねをいただきました。現在はアルファ化米と保存水を各3250食、栄養補給用の飴280袋、その他乳幼児用の液体ミルクなどを準備しておりますが、南海トラフ巨大地震や大河内断層による地震のような巨大地震が発生した場合は、この備蓄量では不足が予測されますが、すべての市民が被災した場合を想定し、市のみで食料を確保しておくことは、更新の費用面や置き場所の確保からも難しいと考えており、災害時応援協定を締結している事業所からの協力や、県、国などからの支援、また、自助、共助による協力などにより、食料を確保したいと考えています。なお、巨大地震発生時における適正な食料備蓄量についての指針等は明確なものがございませんので、今後研究してまいります。次に、うの避難者数の推移の想定方法でございますが、先ほど同様、津波浸水区域外と津波浸水区域内に分けて想定しており、津波浸水区域外では建物被害による避難率を全壊消失と半壊で算出し、また断水の場合における生活困窮による避難者や、その後、長期に及ぶ場合を想定した復旧度合い、さらに避難所生活者と避難所外避難者の割合については、長期に及ぶほど避難所生活者の割合が減少することを前提に算出しています。一方、津波浸水区域内につきましては、3日目までは全員が避難することを前提に、避難所生活者と避難所外避難者の割合を2対1で算出するとともに、4日目以降は建物被害による避難率や断水時の生活困窮度、長期に及ぶ場合の避難所外の避難者の割合の変化を考慮し算出したものです。次に2点目の防災思想の普及啓発の実施状況についてでございます。まず、あの市職員に対する教育ですが、新入職員に対しましては入庁直後に防災に関する研修を実施し、入庁5年目までの職員は毎年度1回3時間程度を費やし、資機材の取り扱いや土のう作り、さらには救命講習などの訓練研修を、元自衛官で地域防災マネージャーの資格を有する防災危機管理官の指導のもと行っております。管理職に対しましては防災研修をはじめ、市総合防災訓練の実施、さらには消防防災科学センターの事業を活用した災害対策本部設営訓練や図上訓練などを実施してきたところです。次に、防災危機管理課へ配属となった防災担当職員ですが、県との情報伝達訓練や各種システムの操作研修への参加をはじめ、自衛隊との連絡会議への参加や内閣府が主催する防災スペシャリスト養成研修への参加など、必要となる知識の習得や関係機関との連携に努めております。次に、いの防災アセスメントについてです。防災アセスメントとは、地域の災害危険箇所等を調査することにより、防災マップや地震時の行動マニュアル等を作成し、地域住民の適切な避難や防災活動につなげるものになります。防災マップとは、災害が発生したとき、その影響が及ぶと想定される区域と避難に関する情報を地図にまとめたものですが、本市では同様の情報を記載し、想定される災害種別に応じたハザードマップを島田川洪水、土砂災害、高潮、津波に分類し作成しております。
これらのハザードマップを作成するために必要な災害危険箇所や浸水区域等の情報については県による調査に基づいて作成しております。ハザードマップ作成後は対象となる世帯への配布やホームページ上での公開のほか、マップの中では被害想定区域の情報以外にも指定緊急避難場所や指定避難所、福祉避難所などをまとめて表示しており、地域における避難計画などにご活用いただいております。その他、地震時の行動マニュアルにつきましては、津波ハザードマップの中において、地震・津波の仕組みや備え、避難時の注意点や地震時における行動等をお示ししております。今後も市民の皆様には、あらゆる機会を通じ、災害への備えに関する周知等を行ってまいります。次に、3点目の避難及び応急対策についてです。はじめに、避難場所への経路及び誘導についてですが、地域防災計画においては、市の役割として、地震発生後、被害状況の把握に努め、避難指示等の必要がある場合は、迅速にこれを決定する。避難行動中における住民の安全が確保できるよう、各防災関係機関、自主防災組織等との連携により、指示の周知徹底や避難誘導に努めることとされております。巨大地震発生直後は多くの職員の被災も想定され、避難所開設や被災状況の把握、応急対応等同時に多くの対応が迫られ、多くの市民の避難誘導を市で対応することは困難だと考えます。特に発災直後は警察・消防等の防災関係機関や自主防災組織のお力もお借りするなど、自助・共助・公助が連携して行動を取る必要があり、市民の皆様も日頃からハザードマップ等を活用しながら、家庭や地域において安全な避難経路や緊急避難場所等の避難経路をご確認いただくことも重要だと考えております。併せて地域ごとの自主防災組織や防災士等と連携し、いざ災害が起こった際に自助・共助による避難体制づくりに努めていただくこともお願い申し上げます。次に、以の災害時における応援協定等の締結状況につきましては、現在52の事業所、団体と協定を締結しておりますが、現時点で新たな協定の締結や締結の予定はございません。以上でございます。赤星消防担当部長。おはようございます。続きまして、ご質問の1番目の2点目、防災室の復旧啓発の実施状況の火災予防対策についてお答えいたします。まず、この度の能登半島地震の状況に関しましては、現時点では依然として捜索や復旧活動が続いておりますことから、地震に起因する火災の原因は全てが明らかになっていない状況でございます。一部報道では、議員ご案内のように停電が復旧した際に点灯した電気製品への通電による出火があり、過去の震災においても火災原因の約6割が通電火災であることから、対策といたしましては、ソフト・ハードの両面が必要となります。このため、消防といたしましては、各種イベントや出前講座などの機会を捉え、ソフト面の対策として、避難する際にはブレーカーを落としたりコンセントを抜いたりすること、またハード面の対策といたしましては、地震の強い揺れを感知すると自動で電気を止める感震ブレーカーを設置することなどについて、少しずつではございますが市民へ呼びかけております。また消防本部のホームページには、住宅防火対策の一環として地震火災を防ぐポイントをいくつか掲載し啓発しているところでございます。しかしながら、ハード面の対策である感震ブレーカーの設置はデメリットもございます。ブレーカー本体の価格が比較的高額となることと合わせて、バッテリーを内蔵していないブレーカーにおいては、夜間において地震直後の停電の際は真っ暗で避難に支障が生じることから、携帯電話やライトなどを、枕の、そばに置いて、就寝するといった二重の備えが必要となります。現時点では感震ブレーカーそのものを知らない方がいらっしゃることと、
各ご家庭での設置に至るまでに相当な時間が必要と思われます。今後消防担当部といたしましては、まずはグラッと来たらコンセントを抜くというソフト面の対策をしっかりお願いし、その上で感震ブレーカーの必要性を市民の方々へ周知してまいりたいと考えております。以上でございます。中工事議員。はい、わかりました。ありがとうございます。1点だけ再質問させています。現在光市には大手ドラッグストアが11店舗あり、1店舗建設中であります。災害時応援協定が締結されれば、いれば医薬品等の調達も含めて大きく支援につながると考えられますが、どのような状況でしょうか。山川総務部長。それでは議員より再度のご質問にお答えいたします。現在本市が締結している協定の中にドラッグストアは確かに含まれておりません。なお医薬品に関しては光市薬剤師会等と医薬品等の調達にかかる協定を締結しており、災害発生時における医薬品の調達先については、確保されております。議員ご案内のように災害時応援体制の強化充実を図る観点からも、ドラッグストアとの協定の締結は、有効であると考えておりますので、機会を捉え協議をしてまいりたいと考えております。以上でございます。中工事議員。はい、わかりました。地震の災害は突然に発生するため、事前の想定対応が特に重要です。命を守るために実際に直面したときに適切に行動することが重要です。またお互いにできる限り協力し合うことが避難においても求められます。今回重要な点について答弁をいただきました。これらを十分に生かしてまいりたいと思います。以上でこの項を終わります。山岡総務部長。それでは中工事議員の2番目、障害者差別解消法における合理的配慮への対応のうち本市の対応についてお答えします。1点目、市職員の理解促進についてです。本市においては国の障害者差別解消法の施行に合わせ、市として障害者差別の解消に率先して取り組む姿勢が求められる状況に鑑み、国や県および他市の取り組み等を参考にしながら、光市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領、こちらを作成したところです。この職員対応要領では、障害者への合理的配慮の提供について明文化しており、職員はその事務または事業を行うにあたり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは合理的な配慮の提供をしなければならないと定めています。この合理的配慮とは、国連で採択された障害者の権利に関する条約において、障害者が他の者と平等にすべての人権および基本的自由を共有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更および調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を支したまたは過度の負担を課さないものを言うと定義されています。本市ではこの合理的配慮を障害者に適切に提供できるよう、課長級の職員を各職場の監督者と位置づけ、監督者の責務のもと職員に対し管理、監督、指導を行い、障害者に対する差別的取り扱いの防止や合理的配慮の提供に向けた環境整備を適切に図ることとしております。議員からは市職員の理解を進めるための研修等についてお尋ねいただいたところですが、まずは対応の要となる監督者に対し、障害を理由とする差別の解消に向けた職員対応研修を実施し、制度の理解・浸透への取り組みを進め、新たに課長級に昇格した職員には同研修の受講を義務付けています。障害者差別解消法を主とした研修は、市では本研修のみとなりますが、実際は新規採用職員や昇格係長等を対象に実施しております人権研修において、こうした障害者等への配慮の必要性について言及しております。また障害の有無にかかわらず、市では常に来庁者に対し
最高のもてなしを実施するよう心がけており、特に市民と直接接する機会の多い窓口職場の職員は、JAL スタッフを講師に招き実施するおもてなし講座を受講しており、その中で窓口を訪れるすべての市民が求めるサービスを的確に提供する窓口技術の向上に取り組んでいます。これらさまざまな研修を通じ、障害を理由とする差別の解消の促進に関し、市職員の深い理解へとつなげております。次に2点目、障害者からの意思の表明と実施状況でございます。議員からは、これまでどのようなバリアへの対応を求めるようなものがあったのか、またそれに対してどのような合理的配慮をしたのか、負担が重すぎて対応できなかった事例があるかというような数点のご質問をいただきました。市では、障害者に対する合理的配慮は定められた義務でございます。当然、すべての職員が実施しているものと認識しており、総務課において個別具体的な事例についての掌握はしておりませんが、例えば、対応要領で示されているような車椅子で来庁された方が窓口カウンターをそのまま利用できるようカウンターの椅子を取り除く、会話が聞き取りにくい方に対し必要に応じて筆談を行うといった日常的な対応については当然実施しております。また予算等の制約により即時対応とはならないものの、車椅子の方でも利用しやすいよう高さの低い記載台を設ける、多機能トイレの設置を行うなど、本庁舎のバリアフリー化についても年次的に進めてきたところでございます。市の負担が大きすぎ対応できなかった事例につきましては、各所管で一定程度あるものとは推測いたしますが、大きなトラブルや問題となった事例等の報告はこれまで受けておりません。合理的配慮については議員ご紹介のとおり、障害のある方と市とが互いに理解納得の上対応策を実施することが最も重要でございます。引き続き職員に対する研修の充実と機会を捉え意識の向上に努め、市といたしましても障害者差別解消法が掲げる趣旨の実現に向け、今後ともしっかりと取り組んでまいります。以上でございます。松村福祉保健部長。ご質問の2点目、事業者の対応についてにお答えいたします。はじめに、障害者への理解促進でございます。議員ご案内のとおり、本年4月に障害者差別解消法が改正施行されますが、山口県ではこれに先駆けて令和5年4月から障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例に基づき、事業者に合理的配慮の提供を義務付けており、国に先行した取り組みが進められております。本市におきましては、市ホームページや福祉総務課窓口でこうした県の取り組みの周知をはじめ、権利擁護講演会や障害のある人と中学生の交流を通じ障害への理解を深めるふれあい促進事業などを実施し、障害者差別合理的配慮などについての啓発に努めているところでございます。また県が実施しておりますアイサポーター研修は、さまざまな障害の特性や障害のある人への必要な配慮などを理解して、ちょっとした手助けや配慮を実践し、暮らしやすい地域社会を地域の皆様と共に作っていく、障害者差別解消法の目的である共生社会の実現や合理的配慮の考え方と共通したものでありますことから、本市においてもこの取り組みを推進しております。こうした中、本市におきましては、現在策定作業を進めております第4次障害者福祉基本計画において、障害のある人の人権尊重の視点から、障害を理由とする差別の解消の推進を取り組みの一つに位置づけることとしており、本計画に基づき、県や関係機関、団体等との連携のもと、障害を理由とする差別の解消について、市民の皆様の理解が促進されるよう努めてまいりたいと考えております。次に、事業者への研修等についてでございます。先ほどのお答えと重複する部分もありますが、企業や団体に対しましても障害の理解促進を図るため、アイサポーター研修を社員研修などに活用していただくよう案内しており、市内の社会福祉法人など
いくつかの事業者に受講していただいております。現在法改正により合理的配慮が義務化されることについて十分な啓発がなされていないという声もいただいておりますことから、県などとも連携し引き続き商工会議所や商工会などにご協力をいただきながら、アイサポーター研修をはじめとした障害の理解促進に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に相談窓口についてでございます。お尋ねの障害を理由とした差別に関する相談窓口につきまして、本市におきましては福祉総務課の障害福祉係を一時相談窓口として、一般的な相談や事業者の対応に関する事案に関する相談をお受けし、相談者への助言や情報提供などの対応をしております。また、市町における対応では、解決が困難な場合などには、県の権利擁護センターが二次相談窓口として対応することになりますが、一時相談窓口として把握した相談内容をしっかり整理した上で、二次相談窓口への適切な引き継ぎに努めているところでございます。従いまして、障害を理由とした差別に関する相談につきましては、まずは福祉総務課、障害福祉係へお寄せいただきたいと考えておりますし、併せて障害福祉係が相談窓口となることにつきまして、しっかりと周知してまいりたいと考えております。以上でございます。中工事議員。はい、説明ありがとうございました。一点再質問ですけれども、障害者差別解消の理解を促進するためにチラシあるいはポスター等の作成についてはどのような状況でしょうか。松村福祉保健部長。はい、まずポスターについてがございますが、先ほど少し、ご紹介した県の、障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例、こちらのポスターを活用させていただいております。それからチラシということでございますけれども、障害者差別解消法が施行されたときに、市内の障害者の団体で構成されております光市障害者福祉推進連絡協議会、こちらの方が、パンフレットを作成しておりますが、まあ、平成28年に作成して時間も経っておりますので、まあ、これの見直し、新たな取り組みもありますので、これの見直しについては少し検討してまいりたいと考えております。以上でございます。中工事議員。はい、わかりました。さまざまな対応が必要と思いますのでよろしくお願いします。まあ、特に障害者差別解消法のポイントは合理的配慮ですが、これを正しく理解することは非常に難しいとも言えます。むしろ正解はなく、その場その場で状況に合わせて障害者とそれに対応する行政機関や事業者などがお互いに相手を理解しながら納得できる解決を目指すものといえるのではないでしょうか。そのため説明をする場合も事例を挙げながら具体例が多く示されており、それによって理解が進むように思われます。その意味で状況に応じた判断ができるように一人一人が学ぶことが重要であり、全市民に 対する地道な啓発を推進できる体制を要望し、この項を終わります。小山環境市民部長。それではご質問の3番目、 LGBT 理解増進法への対応についてのうち環境市民部所管部についてお答え申し上げます。まず1点目の理解の増進に関する施策についてございます。 LGBT は多様な性を表す言葉のうちレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの4つの頭文字を組み合わせた言葉で、性的マイノリティを総称する言葉として使われており、自分の性を男性、女性のどちらと決めていない、わからない人を表すクエスチョニングの頭文字 Q を加えて LGBTQ として、LGBT だけで包括しきれない性の広がりとして表現され、性的マイノリティの総称の一つとして使用される場合もございます。こうした LGBT の方々が教育、就労、医療、あるいは公的サービスなどさまざまな生活領域における困難に直面している状況に対して、国や県、市町、企業それぞれが啓発活動をはじめとする各種の取り組みを展開してきたところであり、当事者でその支援者等の理解や支援を得るための地道な活動と相まって、新たな人権課題の一つとして社会的な関心や認知度が高まってきているものと認識しております。
お尋ねの光市人権政策推進指針の改定についてでございますが、本市の指針は県の人権推進指針を踏まえ、平成22年9月に本市の人権政策を総合的に推進するための方向性や方策等を示すものとして策定した後、社会情勢等の変化や法律等の制定や改正、さらには平成27年に実施した人権に関する市民調査の結果等も踏まえ、平成29年3月に改定を行ったところであり、LGBT に関しましては、県の人権推進指針と同様、性同一性障害者の人権を人権課題の一つとして、それに関わる記載にとどまっております。現在、県におきましては、社会情勢の変化や LGBT を含むさまざまな人権課題に対応するため、山口県人権推進指針の改定作業を進めていると伺っております。本市におきましては、これまで指針を策定、あるいは改定する際には、県の指針を尊重しながら内容を精査してきた経緯がありますことから、改定につきましては、今回も県の改定を踏まえ、内容の見直しを検討してまいりたいと考えております。次に2点目、相談体制の整備についてでございます。本市では、人権推進課の窓口および電話での相談を受け付けており、相談内容により、法務省が管轄するみんなの人権110番などを案内し、適切と思われる相談窓口を案内しております。お尋ねの LGBT に関する相談の実績でございますが、これまでに年に 1,2 件程度の相談があり、令和5年度においては現時点で電話による相談が1件でございます。また、市ホームページにおける人権相談の具体例につきましては、現在相談の多いものということで、夫婦、離婚、結婚、扶養、相続など家庭内の問題などを例示しておりますが、人権課題は複雑、多様化していることから、昨今の相談内容も踏まえ、どのような具体例を例示するかを改めて検討してまいりたいと考えております。次に3点目、同性パートナーシップ制度についてでございます。同性パートナーシップ制度とは、事実婚カップルと同様の状態にある同性カップルが行政に向け宣誓または届け出したことを認証する制度で、性の多様性への理解が促進される効果を期待するものであり、平成27年に東京都渋谷区と世田谷区で導入されたのを皮切りに、全国的にも制度を導入する事態が増えてきております。この制度につきましては、県内市町では宇部市が令和3年9月に導入し、山口市が令和6年4月に導入予定であると伺っておりますが、議員ご案内のとおり、本年1月に県が県の制度として導入に向けた検討を開始する方針を表明したところでございます。県の制度はこれから具体的な制度設計がされるものでありますし、県制度への県内市町への協力要請につきましても、現時点においてはその協力内容など具体的な通知とはございません。県の制度は言うまでもなく、県内にわたる広域的な制度となりますことから、本市といたしましては、県の制度設計の動向を注視するとともに、県内市町とも情報共有しながら対応を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。松教育部長。それではご質問の3番目の1点目、理解の増進に関する施策のうち、教育委員会所管部についてお答えいたします。出前講座における議員お示しの法律の扱いについてですが、法の趣旨である性的指向またはジェンダーアイデンティティの多様性の理解及びそれらを理由とした不当な差別の禁止、相談機会の確保などを中心としてLGBT 等に関する研修資料を作成しております。お尋ねの出前講座については今年度依頼はございませんが、教育委員会では学校、家庭、地域、職場などのあらゆる場を通じて人権教育、人権啓発を推進しております。その一端として近年強化している職場での取り組みを申し上げますと、人権教育課の職員が市内の企業を訪問し、LGBT 等も含めた人権教育に関する企業内研修の開催依頼を行っており、依頼を受け職員が講師を務める企業内研修の中で出前講座で準備している LGBT 等に関する研修資料を活用するなど、性の多様性を受け入れる寛容な社会の実現に向け理解の増進や啓発に努めております。今後も学校、家庭、地域、職場などの
あらゆる場を通じてより多くの方へ研修機会の確保に努めてまいります。以上でございます。中工事議員。はい、わかりました。ありがとうございます。と再質問ですが、自分の性的指向を他人に伝えるのがカミングアウトと申しますけれども、これがなかなかできないという状況であります。その主な理由はカミングアウトしにくい環境となっていることが挙げられますが、この理解の解、この解消のための施策について何らかの検討をしていますでしょうか。小山環境市民部長。カミングアウトしにくい環境を解消するための施策についてということでお尋ねがありましたが、自身の性的指向等をカミングアウトするしないの選択は当然ながら個人に委ねられているものであります。こうしたカミングアウトに対してアライと呼ばれる性的マイノリティの当事者を理解し支援する人がいる一方で、本人の了解を得ずに本人が公にしていない性的指向や性自認をその他の人に伝え広めてしまうアウティングが発生する事例も生じております。周りの正しい理解を促進するための地道な啓発活動が非常に重要であると考えております。このため本市といたしましては、国や先進市あるいは諸外国の取り組みを注視しながら性の多様性を認め合える環境の整備に向けて、さまざまな取り組みを通した意識の醸成に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。中工事議員。はい、わかりました。LGBT に対する考え方は歴史の中でさまざまな変遷があります。特に同性愛については世界において公然と認められている場合もあり、また法律で禁止されている場合もありました。そういう背景がありますが、現在は LGBT について多様性として理解しようとするのが世界の流れであると言えます。これを本質的な問題として捉えるならば、LGBT という言葉が存在すること自体が差別であると言えるのではないでしょうか。愛する相手が同性であろうと異性であろうと本来自由であり、単なる性別の違いにすぎません。しかし現在 LGBT として取り上げていること自体が課題ではないかと思います。将来はこの LGBT という言葉自体が使われなくなる時代となることを目指し、今はまずは理解を進める一歩を踏み出す時であると深く自覚して、すべての質問をあります。ここで暫時休憩といたします。再開は心霊をもってお知らせをいたします。なお10分程度の休憩といたします。